こんにちはこんにちは。こんにちは三橋 TV のお時間ですこの番組は月刊三橋会員の皆様のご支援によりお送りしておりますキャスターは私高家の後三橋高明です三橋 TV は三橋高明のブログ新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております皆様ぜひともチャンネル登録をお願いいたしますお願いいたしますチャンネル登録はこちらからできますからね、えー、あ、そうかな 三橋経済塾第2回講義が開催されます。ゲスト講師は西田昌司先生です。どんなお話をいただけるんですかね、はい、気になりますね。気になりますよ。あ一応あ私はあれよ。あの、別に自民党に肩入れしてる気が全然ないですよ。はい、はい。で、だからといって、例えばまあ国民民主党とか、あるいは令和先選組とか、そっちの野党の方にも肩入れしてないですからね。全ての可能性にチップをかけるっていう。<laughs> うん、でも、でも、 なんかこう、自民党のいい武器をまあ褒めるじゃないですか。はい、そうするとこう、野党サイドからまた自民党とか安倍とか西田に騙されるのかとか言われるわけ。<ー>言われます、言われます。で、えー、まあ例えば、国民民主党の玉木代表とか、まあ、令和の山本代表とかのこう動画出すと、そしたら、なんか、三橋は裏切り者だれ。<ー>いや、あの、両方、みんなにかけようよ。うん、あれよだって共産党がトレードオフの思考。つまりこ、これを増やす代わりにこれを削ります。 っていうような形のトレードオフを改めてくれ,てくれるんだったら、よく共産党にもチップかけます、ねうん、まあ別にその与党野党とかなんとか党とかじゃなくて、はい、積極財政の方にあれしてるってことですよね。うん、ということはですね、論理的な意思がないってことなんですけどね。<laughs> <laughs> まさにこれ前回行動改革の話したじゃないですか。あの流れですよ。うん、あの流れの、を受け継いでるのが日本維新の会なんですね。うん、で、やり方が非常に良くないよね。嫌なのね。まず <laughs> 敵作るわけ。 大阪市役所はって<ー>。汚職の恩賞でみたいな感じで攻撃させるってことやる。これ、ルサンチも煽ると。で、あとは、あの、マスコミね。はい。はい。なんか、これなんかネットとか SNS やってると気づくかもしれませんけど、なんかすごくこう、しつこくしつこく攻撃されると、なんか、書の嫌になってくる。あるいは発言が嫌になってくる。 ああめんどくさいから。たとえ自分が正しいと分かってても、またこれこう書くと、なんかこういうのやってくるやついるんだろうなうっていうふうに思うと、言わなくなるんですよ。うん、その人間の習性を利用したいんです。はえー、だから、あの、維新に対して不都合な記事とか書いたら、とり怒るんですよ。はい、文句言うんです、はい。もちろん法律的に言論通しはできないんですけど、はい、そ,れそういうことやられると、もうめんどくさくなってくるんだよね。記者さんとかがね。うん、その人間の習慣を利用している。 だから私は、その、スタンドを持ってるわけですよ。雑するっていう。<laughs> 何割でも平気でーす、みたいな。基本 <laughs>、はい、スルーします <laughs>、うん。だってツイッターのブロックすらやったことないもん私、私 <laughs> <ー>、うん。で、なんかミュートってあるんですか、ツイッターで。ミュート。なんか見えなくなるみたいな。あ<ー>うん で、みゅ、それで、ミュートってもやった記憶ないんだけど、なぜか池田万作さんのツイッターが見えなくて、ケあなんで池田さんのツイッタート見えないのかなってこう調べてみたらミュートになってた。はい、<laughs> なんか無意識でやったから、<laughs> 俺数多すぎるから。<laughs> はい。まあ、間違ったんですよね。私間違っちゃったんでしょうけど。はい。ということで、基本雑するです。ございますよ、私は。はい。えー、形成詞論でございますけれども、口頭、はいえー、論第37回、要定歴史時事実第37回、コンスタンチノープルの誕生が、リリースになりましたので、ぜひ皆さん、 ご入会いただければと思います。前回、はい。え、土井武郎先生の着地点って話をしたじゃないですか。うん、で、まず土井先生に先駆けて、いろんな方々が変わってきてるわけですよ。うん、一番やっぱね、あ、もうなんかむしろ俺尊敬したくなるんですけど、浜田光一教授ね。は<ー>はい。あの、2012年頃になんか財政政策必要ですって言うと、君は宇宙人かとか言ってたのかな、あの人。ん金融政策だけでできるように決まってんじゃないか。えー、あ それがなんか MMT は正しいっていう風に変わったじゃないですか。はい、で、これまあ転向とか変節っていう表現もできるんだけど、むしろ尊敬すべきだなと。あのご年齢で自分が間違ってたとは言ってないんだけど <laughs>、ちゃんと変えられたと。うん、いうこと。それは田原総一郎さんなんかもそうですよね。はい、はい。ということで、まあ、その、まあ、多分浜田教授が先頭を切って、それでこう転換が始まってたんですけど、うん、この方もなんですよね。はい。えー、ブログでございます。えー、2月2日、伊藤元重教授の正しい転換。はい。 はい。伊藤先生って、はい。あの、完璧な、あの、もう見事なまでの貨幣のプールローの財政破綻論言ってた方なんです。はい。だから、に、うん。だから、めちゃめちゃ、あの、批判してたんですよ。うん、なんか、あの、家計の貯蓄率が、まあ、下がって、下がってったんですね。あの、みんな貧困化しちゃったから。そうすると、国債を買う金がなくなって破綻するみたいな。それでなんか、家計の貯蓄率と破綻のリスクみたいな、こう、なんか、ん全然関係ないのに頑張ってこう。 なんか、話作られて、それで働くのを煽ってた。<laughs> それが何年頃ですかえっとね、私が最後に批判した、たぶん2011年12年ぐらいかなと思いますけどね。<ー>はい、で、その後も見てても、例えば、昨年6月の経済産業省の新規軸。あの時に、やっぱりあの、貨幣のプルローになってんだよね。うん、なってたの。あの、要は、政府の国債発行を民間の黒字と、 家計の、あ民間とか企業だね。企業の黒字と企業の黒、あえー、家計の黒字で支えてるみたいな。あー、なんか、先生 <思い S 2> おっしゃってたようなそうそう。で、これで景気が良くなって、んそれで民、えー、企業が黒字なくなっちゃったらどうすんじゃいやいや、どうすんでもねえよ逆だから方向が。民間の黒字があるから政府の赤字があるわけじゃないんでね。うん、政府が赤字にするから単に民間黒字になってるわけなんで。まあ、ただそんだけの話なんです。だからもし、企業が、今、うん、今のね、 そのデフレマインド。要は金借りない、投資しないというのを改めて、お金をいっぱい借りて、投資してくれるようになって、赤字になったと。その上で財、えー、政府までもが財政赤字を拡大したらどうなるでしょう家計の黒字が増えるだけだよ。うん、っていうか、やれよ <laughs> 昔やってたんだからと。言うんだけど、そこの修正が終わったのかどうかわからないんだけど、とりあえず財政破綻論っていうのをうまくこう、修正しようとしているのが、今伊藤元茂先生。うんはい、これもう理由明らかなんですよね。 理由うん。あの、たぶ浜田先生も同じだと思います。アメリカが変わっちゃったからです。<あ>はい。で、えー、伊藤先生のき、えー、記事でございますが、よ。日本の未来を考える、伊藤元茂、えー、財政拡大路線への転換、そのものズバリやーみたいな。 すごいんですよ。すごいことなんですよ。<laughs> 私たちにとっては。はい。ということで、日本でもいずれポストコロナの経済再生をどう実現するのかが経済政策の中心課題となってくる。いや、もうな、やんないといけないと思うんだけど。どこまで踏み込んだ財政政策を行うのか。日本も米欧の後を追うことになれば、民間の大規模な投資を促すような財政拡大路線を進み始めることになりそうだ。なってくれー <laughs> なってくれと思います。もちろん、課題な財政拡張は、財政リスクを深刻化させ、インフレを促す結果になりかねないという慎重論もあると。うん。破綻するってもう言わないですか、ね、うん。でも、それはまあ、インフレ、インフレにしろって言ってるんだから、インフレを促すでしょうね。これは日本も米国も同様だが、米国では透明はインフレ懸念や財政健全化よりも、経済を刺激することに重点を置いているようだと。で、それだけ長期停滞が深刻であるという見方が強いのだろう。こっちの方が深刻ですよ。に、アメリカなんかより日本の方が。 で、えー、実際、長期停滞が経済に深く根を張っていれば、財政刺激をしても金利は大きく上がらないだろうという見方もできる、まあ、これ、日本、証明しましたけどね、<laughs> ポストコロナの景気対策で日本がどのような判断をするのか、今後の動きが注目される、伊藤元茂、他人事のように言わないで、それで一緒に買いましょうよ、<laughs> 本当に <laughs>、はい。伊藤元茂先生も日本国民なんだからね。ということです。 すごいですよ。だからもう財政破綻論の立場取ってないですよ。うん、で、まあその懸念点。まあこれは別に財政破綻論ってわけじゃないんだけど、米国などが財政政策を利用した景気刺激に積極的ある、あることが大きい、い日本で言えば1990年に7%を超えていた10年もの国債の利回りがその後ずっと下がり続けて最近はゼロ金庫で推移していると。以前だったら財政拡大がすれば金利が上がって破綻する、だったんですけど、いや、違くねっていう感じになって。うん ということで、えー、例によってグラフですけど、いやもう本当にですね、なんだろうな。こういう間違った、なんだろう、観念っていうものを変えるのは本当に大変だなと思いますけど、うん、例えば結局コミュニケーションで変えるしかないから、もうね、なんかもうなんかこうレトリックを生み出してで、向こう側のレトリック、基本間違ってるからそれして、して、ところところ作って、あとは実績はこうなってるじゃないですか、っていうのをこう示し続けてですね、この辺からやってますからね、 あ、この図で言うともうほぼ、後半はもうずっとやってます、私、これ <laughs>。はい。では、これちょっと考えてみてください。2008年ぐらいに始めたんですよ。はい。あの時、だから、財政破綻の始まったの95年度ですけど、200兆円だった国債が500兆になったんですよね。うん。それで破綻する、まあ、破綻する自体は95年からやってましたけど。でも、もう当時から金利低かったんですよね。うん。金利低かった。ええー、まあまあ、もともと7%近かった。もっと上だったかな。それがもう下がってきましたよと。 で、でも、2008年度に、いやいや、別に、ね、国債発行したって、金利下がってるじゃないですか。うん、っていう、あるいは2012年度に、よりも、今のが楽。<laughs> こんなに国債発行残高増えたじゃないか。はい、反対側で金利こうですよ、うん、と。それはまあ、日銀が国債買い取ってるからなんですよね。で、まだ勘違いしてる人いますけど、あの、国債の売買において、日銀に対抗できる存在はないですからね。うん、はい。過去だけだから。 小池さんが国債買う場合っていうのは、それは資産が必要なんです。はいうん、預金でも何でもいいでしょ。で、自分の資産と国債という資産を交換する。はい、これが国債の買い方。うん、日銀の場合は、資産を受け入れた際に自分の負債を増やすっていうですね、うん、それだけで国債発行できると。だから、まあ日銀の人に聞くと、あの、帳簿をつけているって言うんですよ。うん ま、実際に書いてないと思うんだけど。はい、書いてたらすごいんだけど、まあ、キーボードでしょ。打ち込む。打ち込むと。いうことをやってるだけなんですよね。はい。それが日銀なんで、無敵の存在ですよ。うん、はい。この日銀のね、要は、打つだけで国債を論理的には無限に買い取ることができる。うん。あの、まあ、国債なくなっちゃうだろうけどね。国債有限だから。うん、そういう存在にですね、 ハムかう人いるのかなってったら結構いるんですけどね。え、いるんですかいますよ日本国債はこんなに発行残高増えてる。絶対暴落して金利が跳ね上がる。よし、国債空売りじゃーとかやって破滅するみたいな。はい。そうそう。います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 。いや、それは相,相手が、例えば民間企業とかね、普通の投資家だったら、それはカラとかやって儲けることできるかもしれません。あ、空売ラってわかります空売りって分かります。例えばね、例えば、まあ、100万円の株がありますと。で、それを、 あの、借りてくるんですよ。保険会社とかど、どこでもいいんだけど、借りてきて。株を株を。株をはい。それで叩けるわけですね。で、安くしたところで買い戻すんですよ。うそう、その差額が儲かるんです、はい、はい。これ、空売りっていう手法なんですけど、まあ、それはまあ株式とかだと、あの、まあ今日銀が、あの、ETF 買っちゃってるけど、じゃ日銀の話、日銀の話を置いとくと、株式とかだと、まあ、戦いようがあるんですよ。空売り勢力っていうのは。うん でも、下がらなかったら破滅するんですけどね。<ー>が上がっちゃったら破滅するすけど。はい、下がってくれたら、その安く、えーまあ、株価が下がったところで買い戻してっていうことをやって、それで返すわけですよ、うん、株式あ、借りた人に、はい、貸してくれた人にたでこの分がそう、差額儲かると。うん、ということになるんだけども、国債、日本国債の場合は、市場最強、日本国債については市場最強の存在がいるから、その国債金利冒頭っていうのは起きない。うん、っていうのは当たり前でしょ。と で、実際もうこうなってるでしょと。すごいよ、もうなんか日銀の,ちょあの長期こ金利の、まあ、10年間の国債金利だけど、長期金利の調整能力、すさまじいっすね。でも考えてみたら書いてるだけだからね。別に苦労してないんだよね、<laughs> 日銀で、で、なんかびっくりしたけど、まだいるんだなと思ったんだけど、そんなこと言っても、ギリシャを破綻したとか言って。あ、だから共通通貨加盟国だろうと。え、ロシア破綻したっていや、固定化させそうせだろうと。いうね。いや、レバノン破綻したあれドルだって国債みたい。 この辺の知識がこう、もうようやくこう広まりつつあるかだなと。で、これなんか、この間も出しましたけど、これ主要国の名目金利ですね。はい。まあ、日本、もうゼロでいいんじゃないまあ、めんどくさいからっていう。ずーっとゼロ。で、これは自然にこうなってるわけじゃありませんね。日銀調整してますから、イールドカーブコントロールって言って。イー,イールドカーブコントロールっていうのは、例えば10年歳は何パーセント 30年差が何パーセントと日銀が決めて、その金利に調整するんですよ。で、できていますよね。見事なまでに。はい、まあ、多少の条件あるんですよ。あるんだけど。ということで、あの、日本銀行が、まあ、これなんか、本当安倍政権全然褒めたくないんですけど、やっぱこう、量的緩和政策決断して、それで中央銀行が国際金利をコントロールできるっていうのを証明したっていう点はですね、まあ、素直に評価すべきかなと。 そうすると、あの、今まで金利が急騰して破綻する派がまず死にましたと。はい。ましたと。はい、で、あとはハイパーインフレ論ですよね。うん。だから最後の四つがっていうか、まあそこにすがりつきたいのは、ハイパーインフレ論ですよ、彼らは。でも、そんなことないって分かってるんですよ。<laughs> だから、言い方ね。言い方。どう言うんですかうん。だから、あの、ハイパーインフレは起きませんとか言っても言い,言い出せないじゃないですか。だから、問題をすり替えないんですよ。あの、前回の土井武郎教授じゃないんだけど、問題は供給制約ですと。 供給能力引き上げればいいんです。あだから、あの、前回の、あの、えー、ドイタケロ教授の話って、要は、医療の供給能力をロジスティック含めて、それで強化しろって話じゃないですか。うん、それって、あの、正しいんですよね。うんはい、はい。ただそ、そうすれば、じゃあ、インフレにならないじゃないか、ということになって、みんなハッピーエンドでしょ。ただ、そのためにはね、やっぱり、この、実は、あの、伊藤先生のね、伊藤先生の、この財政政策とか、産業政策を最近推進してんだけど、これ全部同じだよね。 計画が要りますよ。はい。はい。つまり、経済産業省の言葉借りると、大規模、長期、計画的な財政支出が必要だから、補正予算でボーンってやるのはね、もうやめた方がいいと思う。はい。なんでかというと、いや、来,来年ないかもしれないから。うん,うんうん。短期になっちゃうから、ね。短期になっちゃうし、も、もし、もあの、ま、基本的には多分ね、補正予算繰り返すんですよ、日本ってのは。うん。ただもうそれやめて、通常予算で増やしていくっていう考え方にスイッチすべきですよね。うん、そして、それこそ、どういう教授じゃないんですけど、 様々な安全保障の供給能力壊されちゃったから、それを立て直すと。もちろん、官が主導する部分もあるし、民間がやらなくちゃいけない部分もあると。もう少なくとも民間がやるには、前回安全保障は金にならないって言いましたけど、あ、まあ一応こう、需要が安定的に増えていくんだったら、じゃあこれだけ投資して、もういいかなぐらいの、そういうデフレではない環境ってのを作る必要がないんだけど、うん、あるけども、でも政府が安全保障強化のために支出したら、まあデフレ脱却できるからってことで、うん 全部パーフェクトに解決するんです、うん、あの、財政の部分だけね。はい。ただ、この、前回ですこ,ここね。相当これ壊されちゃって、で、例えば教育とかで、新規参入したところあるわけですよね。民間で。はい。はい。あ、ちなみに、あの、構造改革特区とか作って、民間の学校とか OK にしたんですよ。完全な民間。は<ぁ>はい。あんまり、あの、生徒さん来なかったみたいなんすけど。 でも今、いずれにしても、こういう部分の構造改革をやった結果、はい、それこそ、既得権になっちゃってるんですよ。何がですか新規参入させた人たちが。ああ<ー>。はい。で、もともと、例えば、農家だ農、農協だ、あるいは司会だ、お医者さんだ、とか、学校の教師は、うん、既得権益だ、とか言ってたんだけど、 いや、既得権気でいいんだよ。<laughs> 既得権でいいんですね。うん、ただ彼らのビジネスにならなかったから、ここを破壊する構造改革を行って、新規参入して儲かるようになったと。うん、もう既得権ですね。うん、その抵抗が凄まじいことになるだろうな、と思うんですね。<laughs> これからまた規制しようっていう時にですかそう,そう。だから、まあ、本当はね、本当は完全に元に戻しましょうって話なんだけど、多分それ不可能なんで、うん、彼らの利益も、 ちゃんと保護しながら日本の安全保障を強化するってことをね、やらざるを得ないんじゃないかなと。うん、あ、すげえ、個人的には腹立つんですよ。はい。ただ現実の政治っていうのはそんな革命やってるわけじゃないんで、スパーンって変わらないから、仕方ないのかなという気はいたしますね。はい。で、政府ができるべきところからやっていく。例えば、えー、まず地方。 自治体、今財政が非常に下手ってますから。まあだから民営化とかいう話になっちゃうんで、まず地方交付税交付金をいっぱい付けますとか。はい。あと前も説明しましたけど、地方債の日銀が、あの、一定割合買い取っちゃうとかね。うん、買い取っちゃう。で、またあの、記載してくださいと。やるとか。はい。いうことをやって、あとデフレ脱却すれば地方税収も増えるでしょと。そして、非正規の公務員については、もうズバリ規制かける。 全員正規職にしろと。うで、引き上げる形で同一労働同一賃金にしろと。はい、今なんか下げる形で同一労働同一賃金に向かってるからね。下げる方向なんですかだっていや、まあ、一応理屈上は、ま、あの嘘、なんでしょう、まあの。悪ではないですけど。同一労働<ぁ>でも同一賃金にしてなさい。だから、例えば公務員の償意をなくすとか、<ぁ>そういう方向に行っちゃってるから逆だと。だってあれですよ、公務員償意を実際閣議決定されましたけど、下げられますよ。えーうん、そんなそうそういうことでやると、 あと、地方、特に地方が問題なんですけど、地方の民間の、ええー、そのビジネスやってる方々が払う給料って、あの、地方の自治体の職員さんの給料を参考にするんですよ。ああ、ってことはそっちも下がってそう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 。うん、あ、下げていいんだなって形になる。全体的に下げてうそういうことになっちゃうでしょ、と。だから、ちゃんと全、引き上げる形の規制の強化っていうのをやらなくちゃいけない。うんうん、そうするとですね、多分こ、あの、氷河期世代の方々は相当救われると思う。うん、数ももちろん増やす。数ももちろん増やす。 そうすると、人手不足はさらに加速するじゃないですか。みんな公務員に行くと思います。はい、だって、給料良くて安定で安定的だと。いうことで、親方広まるだと。そうすると民間どんどん人手不足になるから、はい、こう二つのいいことがありますね。まずは、まあ外国人入れないという前提だけど、生産性向上の投資せざるを得ない、ねはい、もう人がいないと。<laughs> でもこれちゃんと供給できたら儲かるんだけどな高度成長期のような環境だ。で、 さらにはですね、その働き手の実施賃金が上がってくる。うん、民間で働く人も上がってくる。つまり公務員給与が民間の給料を引っ張り上げるっていうような、はい、そういう構造ができるんですよ。うんはい、こう考えたら、緊縮財政がどれだけ罪深かったかっていうのが分かるんじゃないでしょうか、うん。なんかそう、この話聞くとあれですね、公務員の給料高すぎるとか言ってたのって、うん、本当自分の首絞めてるんだな本当ですよ。しかも高くないからね。うん、そんなに高くないですからね。 しかも、ま、すでにて非正規雇用が4分の1ですからね。うん、あの方々って年収200万とかですね。うん、しかも、商与ないですからね。はい、でも、それも全部、だから地方財政を悪化させるっていう、こう、デフレ化政策。まあ、地方交付金、交付で交付金を削減とかですね。うん、ま、これだけじゃないんだけど、いわゆる三位一体の改革から全部なんか計画されてたんだなと。うん、この何、な、なに、誰にかというと、ここに入りたいビジネスサイトです。その時に経済学とか、あるいはその、禁止財政がうまく利用された。 そこに財務省も乗っか,かった。あ<ー>だって財務省としては地方公税削減。ああ、ありがとうじゃないですか。<laughs> で地方財政悪化しましたじゃあ民営化するらいいじゃないか。みたいなう、はい、いうような流れを逆転させるためには、その、美味しい思いをした人たち。はい、もう取り込む形で苦しい人を救うっていうような、そういう政治的な判断が必要になるんじゃないかなと思っちゃうんですよね。えー でもなんかしあなんんとなく燃やつすんだけどね。でも変わらないよりはいいでしょうっていうような。まあ結局なんか人類のユートピアなんかないんで、うん、そういう割り切りってものをこれから我々はちょっと考えていかなくちゃいけないんじゃないかなと思うんです。うん、と思ってもですと思われた方々はチャンネル登録を。 なぜ日本はコロナで苦しむ国民を救わないのかなぜ日本では自国を破壊する政策ばかり行われるのかなぜ先進国の中で唯一成長していないのか実は日本の没落を望む人々が政府の中枢にいるからでした。そのような内容を解説した書籍が日本の没落を望む7人の反日主義者です。こちらの書籍は書店では購入できません。こちらの QR コードまたは概要欄からお買い求めください。 いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございますぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたしますそして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね